続きまして発行体からの問題意識と取り組みをテーマにパネルディスカッションを行います投影資料はお手元のアジェンダまたは画面にあります QR コードを読み取るとご覧いただけますモデレーターをお務めいただきますのは日本総合研究所常務理事足立英一郎様ですそれでは私様よろしくお願いいたします はいえー、皆さんこんこにちは株式会社日本総合研究所の足立でございます、えー、私自身はグリーンアクティビストであるというふうには自認しておりませんけれども、まあ、トランジッションをめぐってはですね、あのー、海外、とりわけ欧州や中国との、まあ、ギャップというようなものを感じていろいろなところに書き物などをしておりましたところ 今回のパネルディスカッションのモデレーターの任を仰せつかったのだというふうに勝手に想像しておりますけれども40分ほどでございますが発行隊の皆さんを中心にお話を受けまってまいりたいというふうに思います。それではパネルリストの方をご紹介を申し上げます。まず皆様方からご覧になって左手ということになりますか経済産業省産業技術環境局 環境金融企画調整官でいらっしゃいます井上ミネト様でございます続きまして JFE スチール専門主官でいらっしゃいます地球環境をご担当されておられます手塚博之様でございます最後皆様方の一番右になりますがジェラ取締役副社長執行役員の 財務経理官省 CFO でいらっしゃいます坂井梨和夫様でいらっしゃいますどうぞよろしくお願いいたします、えー、それではですねまず冒頭にあたりましてあの私の方からこのセッションの問題提起とあのいう,ようなことを進めさせていただければと思いますスライドお願いいたしますはい、えー ここに書かせていただいたんでございますけれども、もう先ほどの小平さんのセッションでもです、ね、お話が出てまいりましたけれども、トランジションという問題といいますか、課題に対してですね、どういうふうに取り組んでいくのか、我が国ではそのロードマップの策定が進んでおりまして、 そして、まあ、このロードマップに沿ったですね炭素中立化ということを実現するということが、まあ、競争力の強化イノベーションというのものにつながるということであの最近海外からもいろいろ問い合わせなりこれはどういうふうに考えたらいいんだというよあの問い合わせも出ているように思います。で、えー、私思いますのにこのトランジションを考えるときに 産業とか企業という存在は、まあ、3つのですね任務を負っているとここで書かせていただいたんですけども目線を持って進めていかなければいけないと、まあ、この復元思考っていうんでしょうかこれをあの強く意識されてるんだろうと思うんですね。で一つ目はこの経済活動を支える基礎的な財とかサービスを、まあ、生産されていらっしゃるわけでそれを手に届く価格 アフォーダブルプライスなんて英語で言いますけれどもそういうもので安定的に社会に供給していく任務というのが終わりになるそして2つ目は日本,日本の場合特にそうだと思いますけれども人々の暮らしの礎となる雇用を守っていかなきゃいけないとこういう任務も終わりになるんだと思いますそして3番目は炭素中立を達成して最近この気候変動の問題というのは人々の健康を 財産生命までも脅かすそういう問題だというふうに認識をされておりますがこれをなんとか食い止めなければいけないとこういう任務だろうと思っております。で私冒頭に申し上げましたように、えー、欧米特にまあ欧州やあるいは中国などの皆さんと議論をしていくあるいはお話を伺っていく中で国によってまあこの優先順位っていいますか どこを最初に考えるかというところの順番がやや違っているってことがなかなかすれ違いになったりもやもやになったりしているのかなというところも感じているところでございます。ということで、まあ、あのルール述べることは控えたいと思いますけどもこういう問題意識のもとでですね次のスライドに書きましたが、まあ、3つの目的ということで、えー、進,めていただき進めてまいりたいというふうに考えております。 それではあのまず最初にです、ね、足元まで日本のトランジッションファイナンスというものが、ここまで、まあ、どんなふうに取り組みが進められてきたのか、えー、特にロードマップ策定の,です、ね、あの経緯と、あるいはその特徴といったことについて、経済産業省の井上様からご紹介いただければと思いますよろししくお願いいたします。 はいあ経済産業省の井上でございます、えー、まずはじめにあのトランジションファイナンスを大乗団に据えたテーマとして今回のカンファレンスの設営をしてくださったフィンシティ東京の皆様および事務局の皆様に深く御礼申し上げたいと思いますそれでは私のスライドの投影をお願いいたします次行ってください。 経済産業省では、まあ、これまで金融庁様や環境省様とも連携しながらトランジションファイナンスに関する基本指針の策定分野別技術ローッーマップの策定モデル事業の実施等を軸としましてトランジションファイナンス市場の環境整備を積極的に行ってまいりました。 このうちトランジションファイナンスに関わる分野別の技術ロードマップについては経産省所管分野で7分野鉄鋼、化学、セメント紙パルプ電力、石油、ガス国交省産分野で航空、海運これら合わせて計9分野のロードマップが策定されてきております。 またああの現在自動車分野についてもです、ね、あの策定すべくあの議論をしているところでございますさらにこちらのスライド右側になりますけれども、えー、あすいません左側ですねで外部評価機関のコストを、まあ、補助する事業というのも展開しておりましてこれまで16件4000計4400円の資金調達実績という形に、えー、つながってきております 次のスライドお願いします。えー、これからあの四つのスライドを通じてこう鉄鋼分野と電力分野のロードマップについてごく簡単にあのご紹介、えー、させていただければというふうに思っております。こちらはこう鉄鋼分野のロードマップなんですけれども、まずこの分野ごとですね、えー、航路、ああ、鉄柱。えー 電炉、直接還元と、まあ、こう4つの分野分けておりますが、まあ、それぞれですねこうあのエネルギーを使う産業の方のロードマップに共通するところかなと思いますけどまずは省エネ、高効率化、まあ、こういったところがあの足元できることで非常に大事であると、えー、そういうようなメッセージの打ち出し方を常にしておりますというところですで、香炉に関してはあのフェロコースから水素あの署内あの水素還元香炉での水素還元 までというところをあのしっかりやっていくなどのロードマップの立て付けとしておりますで次行っていただけますでしょうかこちらはあのまあグラフが目立つところでございますが CO2 削減の排出削減経路のイメージをこう表したものでございますでこれはあの常に我々注意しておりますのは国の政策と まあパリ協定に整合するような海外のシナリオやロードマップとの整合性を常に意識した上でこういった形の,あのグラフを作ってございますというところですで、まあ、あのカーボンニュートラルを2050年までに段階的にです、ね、あの達成していくようなイメージ図というふうになっておりますで次お願いします。 でこちらは電力分野の技術ロードマップでございまして、えーえー、脱炭素電源、えー、であったり、えーまあ、あのトランジション電源であったり、まあ、それを支えるそ送電網の整備等に関わるロードマップをまあ作って、えー、おります、まあ、段階的にアンモニア、水素との混焼技術の研究から始まってそれをインプレしていって、まあ、戦勝まで持っていくと。 えー、そういうよういいいよな姿でござまますす次お願いしますでこちら、こう電力分野の削減経路図のこうイメージでございましてまあ、先ほど申し上げたようにあの国内の政策世界,世界でを代表するようなパリ協定整合シナリオを,を意識した形で排出、えー、経路を,を、まあ、イメージするような形とさせていただいております次のスライドお願いします。 これらの分野別技術ロードマップにつきましては、まあ、現状、日本の排出量の7割程度をカバーしております、まあ、今後、自動車分野を入れますと8割、えー、ということになりますでまた、政策動向も踏まえた上でですね2050年カーボンニュートラルの実現のための各産業における具体的な移行のための技術をまあ時系列でまああの示しているというところでございまして、まあ、その網羅性、野心性 実効性こういった観点からですねあの企業が企業の皆様がトランジション戦略を策定する際や、まあ、金融機関が企業のトランジション戦略の的確性を判断する上えで、まあ、参照するものとして、まあ、積極的に活用されているかなっていうところが、まあ、肌感覚としてございます次のスライドお願いします。 えこれらのまあ活用を通じましてまあトランジションファイナンスによる資金調達実績としましてもですねまあモデル事業も含めまして6000億程度までえ段階的に増えてきているというところでございます次のスライドお願いしますであの分野別技術ロードアップにつきましては SBTI あるいはこうトランジションパスウェイ・イニシアティブまあこういった国際的な取り組み とともにですね ICMA=、まあ、国際資本市場協会ですねの科学的根拠に基づく排出削減の経路を検証するためのツールとしてリストされておりますというところでございまして、まあ、国際的にもこうした日本の取り組みが評価されてきているというふうに考えております分野別技術ロードマップにつきましては、まあ、今後の技術の進展や政策の動向等を踏まえながら、まあ、不断に見直していくと えいうことがまあ必要でありまして、まあ技術や環境分野の有識者、金融関係者、各業界団体等と丁寧に議論を重ねて、さらに信,仰信頼性、実効性のある、えー、カーボンニュートラルの実筋というふうにしていきたいと、えー、考えております。以上でございます。ありがとうございました。えー、こういうえっ、ー、と政府のお政策というものの。お とセットになってですね実際に日本企業の皆さんがまさにこのトランジションファイナンスということを実行されようとしているということになるわけでございますけれどもそれではまさに今日発行体の立場からということでお話を受けてまいりたいと思っております。先ほどのののモデル事業でも今日ご出席の2社あの トランンジションファイナンスが取り上げられているということになりますがまず、えー、ジェラの坂井理様の方からあの御社の取り組みということでご紹介いただければと思います。 はいありがとうございます。あの本日はですねこのような場にあのお招きいただきまして誠にありがとうございます。あのなぜ私がここにいるかということを含めて、ちょっとあのジェラという会社あの、ご存じない方もいらっしゃるかなと思いますので、簡単にあのご説明させていただきます。あのジェラはです、ね、あの東京電力と中部電力の,あの火力発電事業、燃料事業のすべてを統合してですね設立された会社でございまして、え燃料の蒸留、調達、輸送、トレーディング、 国内外の発電電力ガス販売までまあ、エネルギーバリューチェーン全体を担うですね。事業体ということになります。こちらのスライドの位置の方、あれ出てないですかねあ？あ、次のページですね。 入れておるかと思いいいまますすがあのそういう会社でございますあの2019年にまでにですねステップを踏んで、えー、設立をされておりまして、えーまあ、日本の最大手の2社がですね火力事業のすべてを承継して設立されたというあの経緯からですね、えー、このスライドにもかその次のスライドにあの出てきますけれども、えー、日本最大の発電会社として日本全体の約3割の発電を担っている会社でございます。 えー、その次の次ページをままたお願いします、えー、スライド3お願いしたいんですけれども、えー、発電に必要となる燃料のうちですね LNG につきましては世界16カ国から年間3700万トンというですね大量の LNG を調達しておりましてこれは世界最大規模でございます JERA のミッションはですね世界のエネルギー問題に最先端のソリューションを提供すると。 まあいうことを掲げておりまして、日本や世界が直面するエネルギー問題の解決に貢献し、新たなエネルギー供給モデルの構築というものを目指しております。あの昨年はです、ね、ロシアによるウクライナの侵攻などもありまして、えー、あの発電燃料を世界の電力、ガス会社がです、ね、奪い合うという事態が発生いたしました、まあ、その結果、あの燃料の価格が高騰しまして、世界のエネルギーセキュリティが危機に直面したということはご案内のとおりでございます。 ジェラは日本最大の発電会社といたしまして、電力の安定供給に大きな責任を有していると認識をしておりますので、まあ、あのグローバルに展開するバリューチェーンをフル活用いたしまして、燃料の調達を行い、日本のブラックアウトを起こさないための取り組みというものを行ってまいりました。一方でですね、あの,ジェラの発電は火力が中心ということでございますので、まあ、CO2 の排出の削減を通じた脱炭素、カーボンニュートラルの実現においても、 JERA、えー、にとっては大きなまあ課題でございまして、まあ、2, 年2年少し前にです、ね、2050年にカーボンの排出をネットゼロを目指すという JERA ゼ,ゼロエミッション2050という脱炭素戦略をまあ発表いたしましてこれは日本では初めて発電会社として初めて脱炭素戦略を発表いたしております、まあ、こういうあの事業環境を踏まえまして、まあ、当社の事業の脱炭素を加速させるべく 昨年2022年度には2種類のトランジッションファイナンスを実行しておりますまず2022年5月、まあ、電力セクター初のトランジッションボンドとしまして、まあ、5年歳120億円および10年歳80億円を発行しております、えー、まあ年次で,ですね資金充当状況であるとか資金の使途対象プロジェクトの進捗状況のレポーティングをまあ当社のウェブサイトにあの開示することとしておりますまたあの昨年8月 DBJ 様から、まあ、資金使途、えー、不特定型のトランジションリンクドローンをです、ねえー、供与いただきまして、まあ、こちらは当社環境コミット2030というものがございますけれどもそちらに掲げております、えー、2030年度の国内発電事業の CO2 排出減単位を国全体の火力発、えー、排出減単位から20%減とするサステナブルパフォーマンスターゲット SPT これを設定しておりまして 今後、年次でですね SPT の進捗状況についてですね外部機関から検証を受け当社ウェブサイトに開示していく予定でございます。トランジションファイナンス利用の目的は言うまでもなくですね今後長期にわたり多額の資金が必要となりますゼロエミッション燃料であるアンモニアや水素,を利用水素の利用 まあこういうものをはじめとした脱炭素技術の開発を加速させること、それから再生可能エネルギーを最大限開発すること、まあ、こういうことにあるわけです。まあ、さらにはですね、あの当社がトランジションファイナンスを利用することによりまして、まあ、ステークホルダーの皆様と継続的な対話を行い、アンモニアの混焼で,ですとか、水素の混焼ですとか、その他再エネの開発などのですね、 取り組みまあこれが環境改善が順調にですねあの進捗しているということを皆様方とまあエンゲージメントを通じて対応していきあのトランスペアレントに開示をしていくということをあの目指してトランジションファイナンスにつきましてはこれからも利用させていただきたいというふうにあの考えております以上ですありがとうございましたそれでは JFE 様の取り組みについてお願いいたしますはいあのどうもありがとうございますこのようなチャンスをいただきましてあの大変光栄に存じます。 あの最初のスライドをお願いしたいんですけどもえとこれはあの先ほど井上さんのスライドに入っていたまあ経済産業省のトランジション・ファイナンスに関するそのガイドラインのえ資料の 表紙に使われている絵なんですねで、これはの実は私どもハードトゥアベート産業の目から見るとですね非常にこのトランジションプロセスの実態は表していると思いますのでちょっとこれについてお話しさせていただきたいんですねこの山の頂上に2050年カーボンニュートラルという全員が目指すまあ頂きというかその頂上があります、えー、みんなこれに向かって登っていこうとするわけなんですけれども実はパスウェイは非常に多様でございまして一部の この登山者はですね、まあ、登山とは言わないかもしれませんけれどもドローンであるとか ポータブルのジェットエンジンであるとかこういうもので一飛飛びに頂上を目指しててばれていいるる人たちもいるわけです、まあ、こういう人たちはあの産業の目から見ると例えば再エネであるとかあるいは電気自動車であるような最初からグリーンな技術がもうすでに存在しているようなそういう業界になるんだと思うんですけどもこういうところはいわゆるグリーンファイナンスでサポートして一,一足飛びにグリーンを目指すというアプローチが可能です。 ところが鉄鋼化学セメントあるいはその他素材こういった分野はですねハードトゥアベート産業というふうに言われてますけどもこういう一足飛びに頂上を目指すような技術がまだ存在しておりませんそういう技術そのものを開発するところから、えー、着実に全身的に頂上を目指して登っていかなければいけないという状況にあるわけです。 でこういう産業はですねここに登山している人たち見ればわかると思いますけども下からいろいろな迂回路を取って。 えー、回り道をしながら頂上を目指していく人たちもいるかと思えば一番左側の登山者のように一気に旅をあの谷間とか絶壁を乗り越えて、えー、近道を通って頂上を目指すような方もおられますただこのルートは当然リスクが非常に高いと、えー、ハイリスクハイリターンのアプローチになるわけです。ななアプローチが必要になってくる中で 長期にわたって頂上を目指していかなければいけない産業というのが存在しておりましてこういう産業はその時間が長期にわたるがゆえにですね途中で食べ物も食べなければいけないし水も飲まなければ当然頂上に行くまでに死んでしまう。 こういう中でいかにこのハードトラベートの産業が頂上にたどり着くまで生き長くサポートしていただけるかこれがトランジションファイナンスのまあ本質的な意味なんではないかと私どもはあの考えております次のページをお願いしますでこのページもですね先ほど井上さんの資料の中に入ってたものをいろいろコピペして使わせていただいているんですけども左の上にありますのが私ども JFE スチールの えー、2024年2030年2050年に向けた短期中期長期の、えー、目標の数字になってます、えー、短期のものであれ,あればあるほど、えーまあ、コミットメントとして、えー、きちんとした設備投資計画を、えー、伴いながら着実に進めていく2050年の長期のものは先ほど申し上げたようにさまざまな革新的な技術を開発するところからアプローチを始めているこういうものになります。 でじゃあその道筋がどうなるかということに関しては右の上のグラフこれはあの先ほどの経済産業省さんが一昨年え発表されました鉄鋼に関するトランジションのロードマップそのものをえ書かせていただいてるんですけども、まあ、その道筋はまあ非常にその一直線ではいかない。 えー、特に2030年代ぐらいまでがトランジション期で、えー、さらに2030年代以後、えー、イノベーション期に入って一気にその新規な技術を実装していくというような姿が書かれておりますそこで使われる技術は右の下のリストの中にいろいろ書かれておりまして先ほど井上さんからも水素還元製鉄であるとかこういう技術のコメントがあったと思いますで私ども JFE スチールはこの、えー、政府のロードマップと標則を合わせたか でじゃあフスチールはどういういいもののをやっていくのかというのが書かれているのが左の下の私ども自身のロードマップの絵になってまして2020年代30年代40年代にどういう技術を実用化し実装していくか。 その間に前進的に進むために省エネであるかとか効率改善であるという基本的な技術をどういうふうに使うかこれは実はこの絵の真ん中の青い部分に書いてるんですけどもこういうものを組み合わせてまあ多様なアプローチでこの2050年カーボンニュートラルを最終的に目指すということを書かせていただいております。まあ、あの一部の革新技術につきましては本年昨年度から 政府の義理イノベーション基金の補助をいただきながら伏線的な技術開発も開始させていただいております。あのピンクの部分がそれに当たるんですけれどもこれもですね一つの技術では到底リスクがあってかけ全部をそこにかけるわけにいかないということで上の絵はカーボンリサイクル航路といいまして既存の航路という炭素を使う製鉄法をいかに究極的に CO2 を下げるプロセスにできるかという技術開発でした。 下の方のピンクの線これは水素還元製鉄といいまして一気にゼロカーボンで鉄を作る技術というものを開発するとこれは両方両面張りをする形でこの研究開発をスタートさせております。次のページお願いしますでそこういった またその会社のとしてのビジョンあるいはロードマップを前提に昨年1月これは幸いにして経済産業省さんからトランジションファイナンスのモデルプロジェクトということで選択いただきましてトランジションボンドこれは製造業としては第1弾になったと思いますけれども300億円のトランジションボンドの発行というのを発表させていただきまして昨年6月に成功率にこれを を大変好評な形で発行させていただきましたこの300億円のボンドが何に使われるかということですけれども研究開発に使うのはもちろんなんですけれどもここに挙げておりますように主に 今3つないしは4つの並行的に進めるプロジェクトにこの資金を使わせていただくということで投資家の皆さんとコミュニケーションをさせていただいています一番上にありますのは当面の CO2 削減を最大加速するために必要となる省エネ投資であるとか効率改善投資こういったものに使わせていただく。 でさらに2つ目の矢場根のほにありますけれども、えー、例えば世の中で必要とされる再エネのプロジェクト風力発電の巨大なタワーに使われる特殊な鋼材であるとかあるいは電気自動車に使われる、えー、電磁鋼板、高効率の電磁鋼板であるこういういわゆるエコプロダクトですね。えー 鉄鋼製品としての CO 2削減ではなくて鉄鋼製品が使われる段階で社会の CO 2を削減できる商品に使われる鋼材のビジネスに投資をさせていただくとでこの2つで稼いだキャッシュフローが実は3つ目の矢羽根にある。 えー、いわゆる革新技術の、えー、開発プロジェクトの方に回っていくとこういうようなシナリオをお話しさせていただいて、まあ、このボンドの発行を、えー、させていただいております。 えー、ただこの2030年、えー、私ども、えー、2013年比で30%の使用通削減という目標を掲げているんですけれどもこれに至るまでにはですね、えー、実は総額で1兆円規模の資金が必要になってくるというふうに想定しておりますまだこの300億円のトランジションボンドというのは入り口の話でございまして、えー、ぜひ長期にわたる、えーまあ、あの安定的かつ 辛抱強いいいいいい資金的なごごごご支援をりりりたたいたということととううううこでざざざままますどもああががしし、えー、だんだんちょっと時間も予定より押してきてしまいましたけれども、えー、残りの時間でですねちょっと私からあの何問かご質問すると同時に最後まとめに入っていきたいと思いますけれども、えー、今のお話を伺いました一方で金融機関は受託者責任を負っておりますからそういう意味では頂上にこの企業 あるいはこのセクターは行き,行き着けるのかどうかということを、まあ、慎重に見ていかなきゃいけないということになるわけでございます。そこでスライドを出していただきたいんですが、えーまあ、よくですね出てまいります疑問という形で例えばトランジションプランにおいてですね将来の需要想定というのをどう考えていくのか特に日本国内では人口減ってきますから2020あ2030年50年。 どういうふうに全体の総量を見ているのかとかですねそれからロックインと言いますけれども今設備を作れば30年50年それが継続してしまうではないかと最新の技術というものをそこで採用できなくなるんではないかさらには企業として頂上にたどり着いていただくためには今のビジネスのままで本当に企業が 持続的に存続し得るんだろうかとこんな疑問が出てくるということなんですけれどもこの点についてちょっとあのコメントをもしいただければと思います坂井さんはいかがでございましょう はい、あのありがとうございます。あの今のご質問、非常に難しいんで、あの直接のお答えになるかどうか、ちょっとあのわからないところあるんですけども。まずそもそもあの日本はですね。やはり中国やアメリカインドロシアに次いでまあ、世界でまあ5番目ぐらいのですね。co2 を排出している国だということ。これはあの事実でございます。で、昨今のまあグローバルウォーミングに対する危機感というものの中で日本に対する目は年々厳しさを増しておりまして。まあ、世界の金融機関や投資家も。 先ほどの,あの井上様のお話もあったと思いますけれども、あのファイナンスエミッションの問題もあって、ですね、まあ、当社のような火力発電中心の会社に対して、非常に厳しい目を向けられているということは強く感じております。ただ一方で、ですね日本はやっぱり島国ですし、まあ、ヨーロッパとは違いまして、まあ、他国との電気の融通がまずできません。 それから再エネの開発においても、あのかなりの部分も太陽光、あの土地面積あたりの太陽光のパネルはかなり引かれておりますし、まあ、その他、いろいろとあの洋上風力につきましても、いろんな制約があります、まあ、そもそもあの気象条件に大きくあの影響を受ける再エネ電源だけで,です、ね、日本の電力すべてを賄うということは非常に難しいし、できないというのが事実であります。 ですので、あの我々まあいろいろと中でディスカッションしたゆえですけれども、上でありますけれども、あの先ほども少し触れましたが、ジェラーはです、ね、安定供給と脱炭素化の両立を追求する方法ということで、既存の高効率の火力発電所を維持することで、まあ、電力の安定供給を確保しながら、二酸化炭素を一切排出しないアンモニアや水素。 まあこういうものをです、ね、発電燃料に置き換えていくということで、脱炭素を実現しようというふうに考えております。まあ、あのこうした脱炭素の取り組みは、まあ、あの膨大なあの投資と時間を要します。えー、ちょっと資料はもう出ないと思いますけれども、JERA は2025年度までの4年間で、1兆4000億円程度の設備投資を計画しておりますけれども、そのうち約半分の6500億円は、再エネを含む脱炭素関連、えー、こちらに振り分けるということを想定しております。 またあの2050年のカーボンニュートラルの実現に向けては、ね、2035年時点で20 2013年比になりますけれども60%以上の CO2 の排出の削減これを計画をしてです、ね、対外公表しておりますただあの2050年のカーボンニュートラルの実,実現に向けましては、まあ、繰り返しになりますけれどもあの大規模再エネの開発水素アンモニアの大規模生産とコストの削減 蓄電池の開発、それから CCUS の推進、まあ、こういうことで,ですね、まあ、膨大な資金を要することを、まあ、これに加えまして、世界のイノベーションの取り込みが必要ということだと思います。あの金融機関、投資家のファイナンスエミッションという見方が世界に存在する中で、民間企業としてどのように資金を集めるかというのは、非常に大きな課題だというふうに考えています。 あの2週間前になりますけれども、私、あのダボスの方にですに、ね、行って、まあ、世界のリーダー、投資家、金融機関の方々といろいろと意見交換を行ってまいりました、であのまあ、2、3年前と比べて少しあの雰囲気が変わったなと思うのは、まあ、一昨年あの、ヨーロッパでは風が吹かずにです、ね、風力発電がよく稼働しなかったということがあります、それからあの昨年のロシアによるウクライナの侵攻ということで、まあ、化石燃料の、まあ、奪い合いというものが起こって、 まあ、あの価格がです、ねまあ、過去、あの類を見ない、まあ、歴史もないようなです、ね、水準にまで高騰いたしました。まあ、そういうこともあってです、ね、今回のダボスでもです、ねまあ、エネルギーのセキュリティの最定義のような話とか、デカップリングの話。 それからサステナビリティ、アフォーダビリティ、まあ、これはいつもあることだと思いますが、こういう議論がですね、かなりすべての,その、す、ま、べ、あ、てとは申しませんけれども、あの多くのです、ね、セッションで中心的なテーマになってたなというふうに感じます。まあ、そんな文脈の中でですね、あのまあ、カーボンニュートラルの実現に向けて、あの先ほどのあの手塚様のお話の中にもありましたけれども、やっぱりそこに向けた道筋というのは、 国によってあるいは地域によって違ってもいいんじゃないかということをですねあのご認識をいただくリーダーの方ちょっと増えたんじゃないかなというふうなそういうあの感じもいたしましたあの違うセッションでですね、まあ、最近はよく話題になるステークホルダーキャピタリズムとあのストックホルダーキャピタリズムという議論、まあ、こういう中にもあの私入っていったんですけれども まあ、あのそういう話をいろいろとあの聞く中で,です、ね、そういうあの投資家の皆さんからのですね、まあ、し,しっかりとお金をあの出していただくということ、まあ、こういうことをいろいろ考えを巡らすあのいい機会にもなりました。そんな中であの私があのあの投資家さん、それから金融機関の皆さんにですねあのお金を出していただく上で非常に大事だなと思うのは、我々がコミットしている脱炭素の実現に向けた取り組みの進捗をですね まあうまくいっていることだけではなくて、なかなかうまくいかない、難しいと思っている、まあ、そういうことも含めてです、ねトレあの、トランスペアレントにちゃんと開示をして、ご説明をしていくということじゃないかなというふうに感じています。またです、ね、あのこれが資金提供をいただくことが、最終的にはです、ね、投資家や金融機関の皆さんに対してもです、ね、しっかりとしたリターンとしてお返しができるんだということをお示ししていくということじゃないかなというふうに思います。 で一方であの、資金を提供いただく皆様の方にお願いとして、あ,のあえてあの言わせていただきますと、やはり一つ一つの個別のプロジェクトというものだけを見てです、ね、判断をいただくのではなくて、まあ、会社として掲げている、あるいは国として掲げている戦略全体がです、ね、しっかりと進捗をしているのかどうかと、まあ、そういう視点で,です、ね、えーまあ、資金の提供をです、ね、ご検討いただければなというふうにあの考えております。 えまあジェラはですね日本で最大の CO2 を発出しているまあ事業会社、誇れることではございませんが、あるがゆえに、トランジションの取り組みによる効果がですね一番大きいという側面、そういう面もあるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひそういう面もにも目を向けていただいて、資金の提供というのを考えていただきたいというふうに思います。2050年のカーボンニュートラルの実現はまさに官民を挙げての,あのチャレンジだというふうに思っています。この実現は事業会社金融機関 投資家さらには国家という単位においてですねすべての当事者にとってウィンウィンの関係これを目指すものだというふうに認識するこれが重要じゃないかなというふうに私の方は思っておりますありがとうございます、えー、手塚さんもう言いたいことがきっとたくさん終わりになるあの一言でちょっとまとめていただけるとありがたいです <laughs> はいあの ロックインの話はですね先ほど私申し上げましたように技術は多様なものを同時並行でやるしかないつまりトンネルを入り口から掘るっていうのは既存の資産をできる限り低炭素のものに持っていく。 出口から掘るのは最初からだあのグリーンな技術をできるように革新技術を開発するこれはもう両方やる,やるしかないっていうふうに考えて今あの多面的なアプローチを取っているとこういうことです。需要の方ですけども鉄の需要っていうのは今世界で19億トンあるんですけどもどの国際機関の予想を見ても2030年も2050年も鉄の需要は20億トンを下らない。 なぜなら世界ではまだ、えー、途上国を含めて鉄を必要とするインフラを必要とする国がたくさんある。で問題はですねこの鉄っていうのはグリーンに作ろうがそうでなくカーボンを使って作ろうが機能は同じなんですね。従いましてここでおっしゃる需要っていうのはグリーンな鉄の需要がつまり低炭素あるいはゼロカーボンの鉄の需要がどれだけできるかということが大きな問題になりまして。 私どもはカーボンニュートラルあるいはゼロカーボンで鉄を作る技術を開発はしますけどもどうしてもこれはコストが上がりますその上がったコストのプレミアムをきちんと払っていただけるグリーン鉱材の需要を社会全体世界全体でどこまでいつのタイミングで作っていけるかとこれは鉄鋼会社だけの努力ではできない話でございましてもう政府 あるいはさまざまなその社会の皆様関係する皆様あるいは金融,金融の皆様も一緒になって考えてですねどうやって初期需要あるいは中期需要巨大な最終的には20億トンの鉄鋼需要をグリーンな需要に変えるかということのその課題に取り組んでいきたいと、えー、いただきたいとこういうふうに切に願うところでございますありがとうございます。 え時間も本当に押してまいりましたがあの井上様にも一言だけあのファイナンスエミッションの話がいろいろあちこちで出てきております、えー、今あの、経済産業省さんを中心にこのファイナンスエミッションの開示の方法を検討されていらっしゃるというようなことなのでそのことについて一言だけちょっとご紹介いただけまますすかはいいありがとうございます、えー、とファイナンスのエミッションの指標そのものは非常にこう単純化されていても分かりやすい、まあ、重要な指標だと思っておりますが問題はその使われ方。 にあるのかなというふうに思っています、まあ、足元短期的に金融機関のスコープ3ファイナンスエミッションに注目するあまりですねこう囚人のジレンマと申しますか、まあ、お互いが見合っちゃって投資が進まず、まあ、あの本来ならばカーボンニュートラルへ進むにはこの投資をすべきという投資が生まれないと、まあ、そういったあの事態が発生する懸念があると。まあ、それをしないように 今まさにですねあの官民の、えーまあえーまあ、協議会を作っておりまして、えー、算定であったり、まあ、開示の仕方ですね、まあ、g ーハンズでも、まあ、トランジション戦略に基づく取り組みへの投資額を分別開示すべきですとか、まあ、削減貢献量等を合わせて開示するのはどうか、まあ、そんなようなことも議論されているわけでございますが、そういうことも含めて、ですねこの日本の官民で議論した、官民の金融機関の皆さんも含めて議論して 効果的なあの官民のフォーラムへの国際発信の方法であったりタイミング、まあ、こういったものを、まあ、議論していく場を、まあ、設営しまして、えー、議論を進めていくと、まあ、ちょうど昨日第1回の会合が終わりまして、まあ、その結果等も含めて、まあ、あの追ってですねあの、まああのえー、公開、えー、できる部分は公開していきたいと思いますのでご関心のある方はあの経産省のホームページをご覧いただければと思います。 ほぼ予定の時間になってるんですがあの事務局から最後に、えー、トランジションファイナンスを進めていくために必要なことキーワード1つという宿題が皆に出ておりましてそのご披露をもってあのまとめと返させていただきたいと思いますが、えー、まず坂入様から坂入様が あのお時間大丈夫ですかあの先ほど申し上げたことの全てここにかこの一言で書いたつもりですのであの改めてご説明することはないと思いますがあのアメリカであのインフレーションリダクションアクトがバイデン政権で成立してですねこれかなりこの先ほどのダボスでも注目されておりましたあの批判もありますで,で一方でですねあの日本のこのトランジーションファイナンスの仕組みというのはまたそことは一線を隠した非常に私はあの先進的な取り組みだというふうに思ってるんですねですのでこれを皆さんがあの海外を含めてこぞって使えるような 使いやすいものにしていく。でそれによって皆さんあの関わる方々皆さんがウィンウィンになる。これをですねあの目指していきたいという意味でこういう言葉を書かせていただきました。はい、ありがとうございます。えー、手塚さんお願いいたします。はい。えー、っと、どすか。はい。あの今申し上げた通り私のまあ挑戦は始めております。ただこれは短期で、えー、決着決着がつくような挑戦ない非常に、えー、長期にわたる挑戦を続けなければいけないと思っています。 で、えー、その挑戦をしている我々に対してですねぜひそのそれを実際に実装できる環境を作るそこまで含めた、えー、ご支援を官民で賜りたいこれは技術があってもですね実際に投資をしようと思うとマーケットがなければ使えません。 あるいはその技術を使う際には大量の水素であったり大量のゼロエミ電源であったり CCUS のインフラであったりこういうものも整っていないとその技術が使えないんですねそういうものを全部こう揃えた上で初めてこの世界の18億トン日本だけでもですね7,000万トン9,000万トンという鉄のグリーントランスフォーメーションができると。 いうことですので、ぜひ。 まああの息の長い普段のご支援を賜りたいと思っております。はい、ありがとうございます。井上様お願いいたします。はい、えー、トランジションファイナンスについては、まあ近年まあ国際的な理解や認知度まああの急速に好調に伸びてきてるというふうに思いますが、まあ未だにあの座礁するんじゃないのみたいな感覚でおっしゃるまああの投資家の方もまあいらっしゃるのかなと、実際そういうことも起きているのかなというふうに思いますので、先ほど申し上げた部分もあり。 トランジションファイナンスの信頼性、えー、実効性をまあ高める必要があるだろうと、さらに高めていく必要があるだろうということで、まあ、信頼性の向上というワードにさせていただきました、これはまあ日本固有の問題ではなくて、まあ、グローバルにあのカーボンニュートラルを目指す中で、えー、こういった形で信頼性を向上していくということがあの非常に大事だなというふうに思っております。 では私からあの最後にまとめさせていただきますが、今、信頼性の向上という言葉、これはユニバーサルな問題だというお話がございました。私も ISO のサステナブルファイナンスの技術専門委員会のメンバーやっておりまして、いつも突き当たるテーマといいますか、悩みが、この今から発、今、今時点から発想するか、将来から罰金キ,キャストで発,はあの発想するかということのジレンマだと思っております。 でえー、この g ファンズというグループのヘッドをやっておりますマーク・カーニー氏、えー、元のイングランド銀行の総裁ですけども、えー、彼が残した言葉残したとまだあの今も大活躍中でございますが発言した言葉にこの「トラジティー・オブ・ザ・ホライズン」という言葉があります時間軸の悲劇、えー、どうしても人間は今のことにあの目が向いてしまうんだとで将来のことを後回,しあの後回しにしてしまう傾向がある。 それで、まあ、ある意味ではですね共有地の悲劇という言葉がありますけどもせっかくの自然環境やアセットが台無しになってしまうと社会が台無しになってしまうと、まあ、こういう話なんであります。で海外の人たちはこの将来のことから考えることが多い日本はどうしても今すぐできることをやる今できることからやっていくあるいはあ対策が遅れているということを非難するんじゃなくて最大限の努力を お理解してしてほいいととここういうことになるでまさに今日のご発言もそういうまあどちらかというと我が国のセンチメントを代表したお話ということだったと思いますけれどもこれをどういうふうに、まあ、理解していただくのかそしてその上でハーモナイズ先ほどの、えー、ユニバーサルなものに昇華していくのかというところが、まあ、我々の腕の見せどころといいますか、えー、なのかなともちろん。 未来のことにもっと重点を置かなきゃいけないというところもあるのかなということを私は今日のパネルを通じて感じさせていただきました、えー、ちょっとタイムマネジメントがあのずさんでございまして皆様方にもご迷惑をかけましたけれどもそれではえこのセッションは以上とさせていただきますご清聴いただきまして誠にありがとうございましたどうぞ皆様ご講談ください ありがとうございますパネリストの皆様そしてモデレーターの二十歳様どうもありがとうございました。